が吹いても剥げない国産仏壇、輪島漆器仏壇店の中田光輝でございます。6月30日金曜日、今フェリーがですね、明石海峡大橋の下を通過中でございます。わあ、すごいすごいすごい、もう田舎者の仏壇屋の親父大喜びでございます。おお、船が走って、車が走ってますね、上もですね。おお、すごいすごいすごい。はい、結構今雨が降っております。やっぱ梅雨時やっぱ雨が降ってますね。おお、ちょうど今下来てますね。おお、いや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 、もう55歳の仏壇店のおっさん、高血圧の親父がいつもよりも大喜び。おお、まあ、ちょうど今真下を通りました。はい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 。うん、でもああ、なんかあっち見えてますね。あれが神戸なんでしょうか、よくわかりませんが、ああ、なんか観覧車のようなのも見えております。さあ、今日も一日ですね、頑張っていきたいと思います。ちなみに雨が降ってとても寒いです。